次やるときにはラーメン作ります。ラーメンが作れて食べられる関西都民31周年パーティーやろうかと思いますけど、いかがでしょうか。じゃあ今日は先ほども言われたように、途中で帰ってお風呂入ってきてもいいですからね。長丁場ですので楽しんでってほしいと思います。早く帰ったらすぐ来るんだよ。はい、じゃあよろしくお願いします。ありがとうございました。やっぱりね、いつも皆さんから愛されてるだけのことはあって、ブラジルから帰ってきての電話だったんですが、これだけのお客さんにおいでいただいて非常にありがたく思っております。ではこの人の周りには本当にいつも温かい人がね、たくさんいるんですが、本日は素晴らしい方に来賓としてお越しいただいております。私たちのサンバチームを支え、マッツイのブラジル都博に関してお力添えをいただいております自由民主党所属衆議院議員、衆議院地方創生に関する特別委員長でいらっしゃいます渡辺博道様よりお言葉を頂戴したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。どうもおめでとうございます。これからですか。そうですか。皆さんこんにちは。ただいまご紹介をいただきました地元選出衆議院議員の渡辺博道でございます。なぜ松井さんのですね、この会に出るかということになりますが、実はですね、勝山島民30周年という本当に素晴らしい今日の会でありますけれども、勝山島民の由来はそれは私もよく分かりません。でも美味しいラーメンを作ってきたことは歴史があります。で、特にですね、千葉県のラーメン界を引っ張ってきたこともこれまた事実です。千葉県ラーメン吉天王と言われておいた一人です。まあ、こういった意味ではですね、大変素晴らしい松井さんでありますが、もう一つ大事なのは、セレジャというですね、サンバチームを作っているということ。このチームがまた素晴らしい。このチームがですね、実際にはですね、ブラジルのサンバで現場に行ってそれを見ている、何度も松井さんは言ってます。その時にですね、私が、ブラジルの大使館の方にですねお願いをして、ぜひとも素晴らしい松戸のサンバチームが行くからよろしくということが始まりでありまして、そういったつながりがあります。これからもですね、サンバチームはもっともっと発展するというふうに思っておりますし、来年31周年はぜひともですね、勝山島民のラーメン食べたいんで、こちらでよろしくお願いを申し上げたいと思います。今日は長丁場でありますけど、皆さん一緒に楽しみましょう。ありがとうございました。渡辺博道様、どうもありがとうございました。力強いお言葉を頂戴いただきました。続きまして、日頃より松井のラーメン、そしてフロールジ松戸サンバセレージャを支援してくださっている松戸市長でいらっしゃいます本郷谷健二様よりお言葉を頂戴したいと思います。壇上までどうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。もう宴会の始まっとるところはありますけれども、市長の、本郷谷健二です。今日はね、30周年ということで大変おめでとうございます。私はね、文化の香る町っていうのをね、文化を大切にした町づくりって今やってるんですけどもね、バットもね、やっと素晴らしい文化、ラーメン文化がね、花開きました。これもね、松井さんのおかげだ、こんな風に思っております。そして今日はね、その功に、感謝状ということでね、表彰状を持ってまいりました。これをね、ここで、お渡ししたいと思います。でも、じゃあ行きましょう。はい、表彰状、産業功労、フロールジ松戸セレージャ様、あなたは本市の振興発展に大きく寄与され、その功績は誠に顕著であります。よって市政施行75周年にあたり、
心より敬意を表するとともにその功績を称え、ここに表彰します。平成30年4月20日松尾市長本郷健氏、感謝を込めてお渡しいたします。ご視聴ありがとうございます。本郷健氏様、どうもありがとうございました。松戸はこれからもっと面白くなるをモットーに、活動されているということで、私たちもサンバチームを支えて、そして